皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は比較級 ER 残という形、これ基本なんですけれど、まずこの比較級の基本の部分について説明します。比較級というのは2つのものや人を比べて A は B よりも何々だと言いたいときに使う表現です。例の1を見てください。 Ken is tall、ね、Ken は背が高いという意味の英文ですね。これを Ken は私より背が高い、このように言いたいとき比較級を使って Ken is taller than I、 このように言います。このトールに ER がついたこのトーラーという部分、ここが比較級という形です。そしてこの比較級は比較級プラスザン何々という形で使います。そしてザンの後に誰々という代名詞が来るとき、今まで文の途中や後ろに代名詞が来るときは目的格という形を使いましたけれど、比較級の場合はここは主格、主語になる形と同じもの、これが来ます。このことも合わせて覚えておいてください。ではこの比較級の部分の作り方、3種類あるのでこれから順番に説明していきます。比較級の作り方、例の2、まずそのまま ER をつける、または E で終わっているものは R をつける、こういう形で比較級ができるもの。丸1、 old、 古いという単語ですね。これはそのまま ER をつけて older、 ね、older、 こうなります。丸2、 tall、 ここでも出てきましたけど背が高いという意味でしたね。これもそのままトールの後ろに ER をつけてトーラー、こうなります。3つ目は large、 大きいという意味の単語ですね。これは E で終わっているので E の後ろに R だけをつけて比較級を作ります。ですから larger、この R だけがつくんですね。 larger、 こうなります。カナダは中国よりも大きいという意味の英文を作るとき、この larger を使って Canada is larger than China、ね、Canada is larger than China、ね、こんなふうにして英文ができます。2つ目です。例の3、Y で終わっている単語ですね。これは Y を I にして ER をつけて比較級を作ります。丸1、 Happy、 ね、嬉しいとか幸せって意味ですね。これを比較級するとき Happy の Y を I にして ER、 Happier、 ね、Happy は Happier、 このようになります。また時間が早いという意味の early、 これも Y で終わっていますよね。ですからこの Y の部分を I にして earlier、 このようになります。私は父より早く起きます。このような英文を作りたいときこの earlier を使って I get up earlierMy father. I get up earlier than my father. このようになるんですね。例の4番。今度はゴミの真珠を重ねて ER をつけるものがあります。代表的な2つをここに挙げてみます。大きいという意味の big。これは big の後ろの G を重ねて bigger、ね。big は bigger。このようになりますね。
暑いという意味な hot。 これも t を重ねて hotter、ね、hot は hotter、 このようになりますね。例えばこの犬はあなたの犬より大きい、こういった時 this dog is big は g を重ねて bigger than yours、ね、this dog is bigger than yours、 このようになります。ここあなたの犬よりですから this dog is bigger than your dog でもいいんですけれど、英語では同じものを、ね、繰り返して言うのを嫌うので、所有格の yours、ね、あなたの犬というのを yours、 あなたのものという、こういう言い方をするのが一般的なので、合わせて覚えておいてください。よろしいでしょうか。今日は、下級、その中でも基本となる、ER、than、この形について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に、教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。